シャトルくん、知ってるかい？蚊取り線香や虫子の圧なんかおかずに、オニヤンマのスラップを身につけるだけで、蚊、ハエ、アブ、スズメバチ等の虫除け効果があるんだ。オニヤンマは昆虫界で最強、虫の天敵、虫の王だから、姿が見えるだけで効果抜群なんだ。オニヤンマすげえ、そんな効果があるんすね。でも僕との間には無限があるんで、蜂や蚊に刺されることないんで、別にオニヤンマのスラップなんかつけないですかね。オニヤンマのスラップつけながら外歩くの恥ずかしいし。いや、目隠ししながら外歩くのもだいぶ恥ずかしくね。パッとにスイカ割りで迷子中のかわいそうなやつよ。そうか？そうだな。そうかもな！まあ、とにかく何が言いたいかってね、私は呪霊も同じなんじゃないかと思ってる。呪霊界のオニヤンマは宿儺なわけで、だったら宿儺の盾を入れていればひよって逃げていくんじゃないかって話。それに最強かける最強とか、悟空とベジータがベジットになった時ぐらいあんまワクワクさせんない。99さん、それはありだ。ピッチ上じゃあ俺がキングだ。あれ、わし渋谷っちゃなくブルロックにいる。てかシャトル君なんか雰囲気変わったって。宿儺やん解散。たしまいざこうとがりあう女子ごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。